はい、どうも皆さん、こんにちは。今ね、まず最初にね、KO7000 系の動画、アップロードしてるんですけど、やっぱりあとね、1時間半ぐらいかかりそうなんで、今9時20分なんですけど、まあ、多分11時頃かな、お昼頃までにね、終わらして、で、ひまぶに関する動画、でその後だと、バリューに関する動画だしね、これ今4本目なんですけど、9月7日木曜日に、今回ね、ちょっと船橋川崎会社が変則なんで、今日が船橋最終日なんでね、一応、明日前日発売される都合上、3歳の重賞、鎌倉記念かな確か。あ、じゃあ、戸塚記念か。戸塚記念 S2 の、出走馬とね、騎手が出てたんでね、ちょっと今回ね、ご紹介したいと思います。でね、正直俺、的場騎手出ると思ってたんで、ぶっちゃけ。今回ちょっとね、一部騎手がね、予想してたのとだいぶ違ってきてるんで、まあ、ちょっとね、今回、出走馬の紹介とね、予想動画も出しますんでね、まあ、予想動画はね、なるべく期待しないでおいてください。俺、まあ、あんまり南関東の重賞ね、まあ、悪くはないですけど、良くもないんでね。ではね、行きましょうかね。ちなみにレース情報。まあ、一応今ね、南関東は、森タイト騎手と、柏木騎手がね、負傷中なんで、まあ、その分ね、他の騎手で、こなせなきゃいけないんでね、まあ、他の騎手が乗れるかもしれないし、乗れないかもしれないってところでね、まあ、面白いところなんですけど。ちなみにここ9月7日木曜日の、川崎開催。確か11レースかな。これですね、11記念、11レースの、戸塚記念室。まあ一応ね、まだオッズも、なんか、今日火曜日だから、誰か、明日になったらね、前日発売されるはずなんで、ちょっとまだね、オッズもないんで、簡単にね、出走馬と騎手だけね、ご紹介していきたいと思います。でね、56、57、57か。1番キャッスルクラウン。中野翔吾騎手で久々56キロ。2番ケンネプチューン、笹川翼騎手56キロ。3番カンムル、酒井誠二56。4番クラトリガー。まあ、茂田健一56。5番オリジナルポイント、保存翔也56。ブラウンレガート。俺これね、てっきり的場騎手かと思ってたらね、ブラウンレガートね、降ろされたんですね、多分。降りたか降ろされたかわかんないですけど。まあ一応ね、的場騎手で、好成績収めてるんでね。まあ、ありかなと思ってたんですけど、まさかのね、今回は、ブラウンレガート号。あ、ちょっと、なんか俺たまに戻るすぎるんですよね、ちなみに、ブラウンレガートは、矢野孝之57キロと。で、7番シェアハッピー、和田ジョージ54。8番ラッキーモンキー、楢崎康介56。9番セイジーニアス、本田正成56。10番サイバーエリキング、吉井隆一56。11番キャプテンロビン、真島大輔56。12番ブライトサーベル、張田明56。13番サバールジャン、町田直樹騎手56。14番最後、キングガンズランク、石崎俊騎手56キロってことでね。まあ、石崎俊騎手、こっちのキングガンズの乗ったせいでね、カンムル、あ、カンムルじゃねえや。クラトリガーはね、まあ、船橋で騎手いなかったのかな。小杉良騎手とか乗せりゃいいのに。まあ、とりあえずね、キャッスルクラウンから全部ね、見ていきましょうかね、今回は。まあ、中野翔吾騎手の多分2レースぶりかな。まあ、何回かね、中野翔吾騎手、キャッスルクラウン降ろされてたはずなんで。うん、やっぱり降ろされてますね。優秀スプリントが、吉原、で、ジャパンダビー吉原、前走本田正成騎手でね、まあ、戸塚記念トライアル3着ということで。まあ、この子はね、初勝利1回のみなんでね、まあ、俺あんまりこの子はね、期待してないんで、正直これはね、ちょっと飛ばしましょうかね。2番、ケンニプチューンで笹川翼騎手。船橋の川島調教師か。父ディープスカイ、母ダイワジャンヌ。で、母の父谷野ギムル。北海道新日高。へぇ。ああ、そんなに悪くないな。前走も2着。まあ、逃げれんのか、この子もある程度。後ろから行って5着もあるし、逃げれると。JR や交流でに後ろから行って5着ってすごいじゃん。あれ？あ、そっか、今日内田博之くんのか。今日確かね、JRA 交流でね、内田博之とかいろいろ来るはずなんでね。この時は、あ、この時あれか、逃げた馬も逃げれたし、後ろから手もさせれたんだ。おー、つっちゃ失礼か。まあ、ありっすかね、笹川翼騎手。まあ、本命でもありかな。続きまして、3番、カンムル。まあ、やっぱりね、国母厩舎の馬乗るのが酒井誠二ということでね。まあ逆に国母騎手じゃないと勝てない騎手なんでね、あの人は。まあその辺は三流って言われても仕方ないんですかね。前走黒勝敗が11頭立て。16頭立て11番人気2着。一気に刺したんだ。
逃げてもあれか、逃げて5着か。あ、JRA 高級馬にしたら成績いいの。マイル系の馬か、やっぱり。確か、また戸塚記念だと距離2100だよな。持つか、この子。あ、やっぱり2400だ。あれか、もう俗に言う関西記念の前のレースか。まあ、川村ちょっとね、きついっすね。まあ、ギリ、まあ一応入れておきますけど。クラトリが、まあ、これによく石崎俊騎手が乗ってたんですけど、今回の石崎俊騎手、別の馬なんでね、浦和から。まあ、浦和からって言ってもね、浦和、いい騎手いないんでね、まあ、茂田騎手ということで。まあ、でもそんなに飛んでんのか、重賞もちらほら。まあ、紋別からの移籍馬か。あ、JR2 で勝てなかったんだ、この子。父が、アンミラーレ、母、クラビックレディ、母の父、ブラックタイヤフェア。面白いな、お前。北海道日高町、クラミ牧場さん。まあ、やっぱり石崎俊騎手のところってね、あ、違う、矢野石崎俊騎手のところって、ね、後ろから行く馬がね、結構多いんですよね。まあ、例えばね、この辺の、若盛り特別も後ろから行ってるんでね。まあ、先段につけれるし、後ろからっていう感じか。まあ、今回、茂田健一騎手ということでね、まあ、このまま飛ばしましょうかね。まあでも二頭出しなんでね、ちょっと怖いんですけど。5番オリジナルポイント。父グラスワンダー、母クロースハーモニー、母の父キャプテンスティーブ。北海道新日だか。まあ微妙だな。石崎俊騎手で勝って、後ろ、まあ先段つけて5着。で、後ろから行ってちょっと刺したのか。で、敗成功記念。飛び。マシュマロですけど、じゃあ仕方ねえな。ないな。6番、ブラウンレガート。まあ、矢野隆騎手でね。まあ、的場騎手だったらね、間違いなく本命にしたんですけど、まあ、今回ね、矢野隆騎手か。景品杯3着。まあ、前走黒潮杯も勝ってるんでね。まあ、東京ダービーも3着。まあ、ありっすかね、距離。100メートルくらい伸ばせくらいなら。で、これ何番だ6番か。7番シェアハッピー、和田ジョージ騎手。父、ハイヤーゲーム、母、ボンリュガール、母の父、ポスティナイ。フォーティナイナーか。モンベツ競馬からの移籍馬か。JR にって勝ってんのは JR 以外だったのに、やっぱりダメだったんだ。エーデルアイショーとかなんだけど。阿部隆騎手、佐々木邦明、岩橋裕二で、宮崎美智か。黒勝敗がな、逃げて失敗か。東京ダービーも戦乱つけて、後ろから刺されて4着か。ちょっときつそうだな、ね。プリンセス賞が6着。まあ、この子、牝馬なんでね、今回。まあ、桜花賞もユングフラウ賞もダメか。ちょっときついだろうな。8番ラッキーモンキー。なんか岡部記者乗ってたイメージありそうなんだけどねえか。乗って、あ、やっぱり乗ってるわ。スターラビー賞乗ってたんだ。クラウンカップが奈良崎康介で刺して3着。景品杯が9着。あ、11着か。最終号記念7着も坂井秀道だからな。取られたんだ、騎手他に。まあ、これもね、飛ばしましょうかね。9番、セイジーニアス。こちらもパイロ参加か。川崎、八木正也、調教師。川崎なら他の調教師乗せりゃいいのに、調教師もよ、旧車ね。あー、なるほどね。そういうことか。大いにいたけど、こっち来ちゃったんだ。本田正成騎手乗って、2番人気1着で12番人気2着か。この子も後ろから行ったり、先段つけたり、わけわかんねえな。まあ、この子に多分2100は無理でしょうね。飛ばしましょう。10番サイバーエリキング。吉井隆一って誰だろう。スマートファルコン、母シスターエリキング、母の父、アグネスデジタル。日高ファーム、北海道浦河町か。なんとも言えねえな。
2戦目で勝って敗戦後記念も3着か。鎌倉記念が12着。今野ただ、あ、やっぱりサイバー歴今野か。なんかおかしいなと思った。重傷だから下ろされたんだ。まあこれもね、ないでしょうね。11番キャプテンロビン、真島大輔騎手。ここも厩舎が今回2頭出しか ?2 頭出しか。少ないね。父んキャプテントゥーレ、母当選ロビン。まあ多分母ちゃんと父ちゃんから名前もらったんだろうな。ファンタスティック。母がファンタスティック。父がクライト。母ちゃんの母ちゃん、ファンタスティック。父ちゃんクライト。面白いな。足毛の馬か。酒井誠二騎手乗って、逃げ切ってんだ、不要賞という投げとくれた。あ、じゃあこれ結構強みあんじゃん。これ結構強みあんな、やっぱり。まあ、この子、後ろから行けるもんではなさそうですね、間違いなく。まあ、逃げそうだね、この子。まあ、ありだな。まあ、まあ、島大輔記者なんでね。まあ、そんなに悪くもないんで、ちょっと押しましょうかね、この子。12番、ブライトサーベル、ハリタ・アキラ。こいつね、親父の馬じゃないと確か6スッポ勝てないイメージあるんでね。親父のハリタ・タカシか。まあ、実際ね、船橋競馬でも、あ、でも川崎でチラホラ成績いいの。こう浦和の馬でも2着か。まあまあの騎手か。まあでもやっぱり親父の馬多いな、そう考えると。まあ昨日のね、新馬戦も、2クラ親父の馬でね、両方とも1番人気で1着と3着。もうちょっと他に乗りゃいいのに、いろんな騎手。父、ジャングルポケット、母、タチアナ。で、母の母、スペシャルウィーク。母の父、スペシャルウィーク。わかんないですけど、ちょっとごめんね。北海道日高町か。前走不要賞トライアルが、1番人気で5着。ああ、なるほどね。2000が1着だから1番人気つけれたんだ。船橋と川崎、浦和も1回経験してんのか。怖えな。なんだ、多分、あ、でも不要賞5着か。40秒2か上がり3分で39秒8インテギャルソン。ああ、なるほどね。タイムが2分14秒5か。それほどでもねえけどな、やっぱり。まあ、逃げた馬が強み持ちそうだからな、今回も。まあ、3歳戦なんでね、ちょっとわかんないですけど。その辺まだ。まあ、ブライトサーベルね、客足は。まあ、前につけるタイプか。後ろからもいけんのか。それ強みあんな。まあ、ちょっとね、展開どうなるかわかんないんでね。まあ、一応この子は本命にはせずね、ちょっとな、2着3着買うのやめておきましょうかね。12番か。で、サバールじゃん、町田直樹騎手。ないな。プロショージャパンダラビー、東京ダービー、取り消し、羽田杯ダメ、東京ワンカップ、クラウンカップダメ、ニューイヤーカップダメ。重賞向いてないな。露骨に言っちゃ悪いけど、これ重賞向いてねえな。まあ、飛ばしましょうかね、町田の騎士でも。最後、14番、キングガンズランク。まあ、多分ね、人気の一角でしょうね、これ。結構成績いいんでね、この子確か。まあ、石崎俊騎手乗って、4連勝か、すげえな。まあ、連帯率が2、4、6、7、6分7だから、8割か、約。ん?違う。まあ、8割でいいのか。まあ、石崎俊騎手でね、3連、あ、4連勝っていうのはちょっと強みあるんでね。まあ、逃げてもいいし、後ろから行ってもいいのか。まあ、距離が持つかって不安あるんですけどね、ちょっとこの子。まあ、ありじゃないですかね、この子。14番、キングガンズラン。まあ一応ね、まだオッズがわかんないんで、明日ね、お昼になったら、川崎開催、まあ12時頃からね、2号スタンドの、バス停側の方でね、前売り発売するんで、まあ一応ね、今のところは、2番、3連単はね、わかりやすかった?3連単2番、5番、11、14から、
2、5、11、12、14で、3着が2、3、5、11、12、14、あ、2、3、6か、2、6、11、14から2、6、11、12、14で2、3、6、11、12、14に流してみましょうかね。まあ、ちょっと今いくらかわかんないですけど、一応ね、また、水曜日に、12時になったらね、多常発売じゃねえや、前売り発売されるんでね。で、詳しいオッズ等ね、出ましたらね、また動画出しますんで、ぜひご視聴ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。